まあ、ヤーレイが作ったユダヤ人っていうのは、え10、ー、回を与えてもそれを守らないで、まあ、如来であるイエスが、まあ、最高人へが生まれてくると、それを殺してしまって、彼らはその罰として世界中に散らされてしまって、まあ、地獄とこの世を行ったり来たりするようになってしまったと。だけど最後のこの時には、えー、最後イスラエルに集まってきた、まあ、連中はですね、えー、まあ、これからプーチン軍団が、えー、イランやトルコとか、北ブリカと集まってですね、 まあ、アメリカをへこまして、NATO も崩壊させて、プーチン軍団があわら、イスラエルに来て、すべてをえ攻め滅ぼして、まあ、地球の半分ぐらいを支配するような、そういう状況に寸前に行くときにヤーベが降りてきて、で、彼らを蹴散らすと。こういうシナリオの中で結局、今、イスラエルに集まってきたユダヤ人たち、まあ、500万人ぐらいですね、それらはヤーベを信じなくちゃいけないような状況に追い込まれて、ヤーベを信じると。 で、こういうシナリオの中で結局、ヤーベっていうのはメッシャを信じてるんで、えー、ヤーベを信じること、すなわちメッシャを信じるってことになって、まあ見事にそのイスラエル人たちは、えー、それがそのまま5次元になると。で、これを、これまでの人間の3次元の歴史が、この5次元ができ、できる、ヤーベの5次元ができる、その過去性であったと。こういうシナリオですね。ですから、お釈迦様って人は、 神々の教師であると。結局、神々が三次元に来て、その文明の、まあ民族だとか、いろんな民族に神々がくっついてて、六次元から来て、それらを作ったり、大きなリムリア文明や、ムー文明や、アトランティス文明なんかになって、全体を統一する、その度に崩壊して、崩壊して、崩壊して、まあその度ちゃんとした、えー、民族を指導してる、えー、神々や六次元神々はその度に、まあ五次元に自分の、えー、町や国ができていくと。 こういう三次元がいっぱいあって、それと連動した繋がっている五次元がいっぱいあって、まあ証拠でもなく三次元に降りていって、その世界の生物、知的生命体を作って自分が神として君臨して、で、その五次元にまた国を作ろうとする、まあ六次元の神もいっぱいいると。こういう風うにして、まあ六、五、四、三次元っていうのは、まあ回ってると。